どう最近。え最近ね、あれでもあるよ、教習所通ってんの。あら、車の。いつから。3ヶ月前なんだけど、あと1回取れるの。あら、試験で。すごくない？受けようと思えば明日も受けれるけど、90点以上じゃないとさ、落ちるんでしょ。そう、それが嫌だから、もうちょっと落ち着いたら勉強して受けようとか思って10日ぐらい取ってる。今いくつだっけ。28歳です。どっか行きたいとかある？ある、実家。近いね。そう、レンタカーして実家。あ、レンタカーして実家に行く。そう。で、何する？物取って帰る。めっちゃ現実的な。そう、意外とさ、あの路上免許みたいなの、路上教習がストレス発散だったのよ、私。私結構意外といけて、なんかちょっと逆にスピード出しすぎですって言われて。いや、結構楽しいんだ。そう、だからちょっとこれからストレス発散それにしようかなと思って。ドライブ高速乗った。それが違うの、あのあれなの、モニターなの。え、やばくない？マリオカートみたいなやつで。だって私の前の人スリップしてたもん。あ、くるくる回ってた。大丈夫って思ったもん。え、高速は乗らずに、あのあれってこと？そうだよ、実際もうぶっつけ本番なわけよ。もう撮ったの。やばくない？怖くない？超怖いよね。だからもう全部下道。これから。でもいつかは合流とかさ、ね、やんなきゃね。海かとか含め全員乗りたくないって言われる。でも重いと思うんだよね。ただ一つ眠くなっちゃうの。あ、最悪だね。やばいでしょ、運転中。うん、何回もあった。え、それ徹夜ってたことじゃないよ。8時間ぐらい寝て朝行くんだけど眠くなっちゃうから。なんで？わかんない。え、もうドライブは気持ちよくてみたいなこと。あ、そうそうそう、だからそれだけ心配かなって感じ。ボトルのガムとか置いてたいるよね、多いよね。将来買いたいの。あら、アメ車出た。もう決めてるよ。決めてんの。うん、レトロなアメ車欲しい。あ、ね、中古車でいい。意外だね。うん、ちょっと男っぽいとこ。男っぽい、かっこいいのがいいね。昔からなんかカラフルなあの車が好きで、すぐ検索したので、それで思い立ったんだ、急に。あ、免許取ろう、私の未来に免許必要だわ。でも聞いて、それね、アメ車じゃないって言われたの。ドイツ車って言われた。そういえば、だってね、有名って言われたよ、フォルクスワーゲン。おお。あ、こういうのが欲しいの。ドイツ車だわ、可愛くない？こういうのが欲しいの。そう、ビートル。これに乗りたいの、私は。赤さん博士や。え、違うよ。だって一時期これ待ち受けだったのに、目標とするために。意外、初めて知った。そうでしょ、赤さん博士。え、何それ何それ。コナン君の。あ、そうなの。博士はそれの黄色乗ってる。え、じゃあダン博士じゃん。ダン博士。私でもおばあちゃんになったらこれ乗りたいんだよ、本当は。いつ買いたいとか。本当は30になったら。30で持ったらいい。いいよね、夢じゃない。で、最初にそれ乗って実家行く。私でももう一つ夢あって、なんか餃子食べたくなったから宇都宮来た、行ったみたいな、ああいうのちょっと一回だけやってみたいから、そういうのやりたい。え、なんか餃子食べたくて宇都宮行ってよって言いたい。いいね、それ車持ってる人のかっこよさだよね。そう、良くない？うん。え、じゃあ行く？普通に女友達と遊んでる時とか車で登場したいもん。ごめんごめん、遅れちゃったって言って、で、こうやってキー持って、あ、ごめんごめんごめん。すっごいおしゃれな格好して車乗りたい。いいね。そう、でもそれかっこいいね、それ。いいよね。車で行って、で、自分の服着てると、うん、なんかどっかの女社長みたいな。先週も言ってたけど、箱詰めでしたね。出てたよ、ありがとうございます。恥ずかしい。結構反響あって、友達とかからかなり言われた。セリフありましたもんね。一応いただきました。高校の看護師の女です。舞台とかもたまにやるんですけど、何にせ恥ずかしくて、ね、いろんな俳優さん、はい、女優さんの役作りをZIP!時代に聞いてきてるから。あの時役作りで聞いたのってもう10キロ減量とかそういうレベルだったからね。
そんなのはできませんよ、私は。爪のネイル取りに行ったぐらいですよ。あの時にやったこと。役作りは爪のネイル取り、うん、とりあえず看護師ネイルしてねえぞと思って急いで取りました。でもああいうのも見たいけどね、このやっぱ YouTube のファンの方もやっぱそういう女優の方の春子とかも見たいんじゃない。そう、 YouTube で何見たいのか教えてほしいんだよね。何が見たいんだろう、みんな。やっぱでも素じゃない、違う、